ボーバンケットは、ベトナムの官僚、政治家。南ベトナムにおいて、長らく続いた、交伏戦争及び神米戦争の古参投資。1991年から1997年、ベトナムの首相を務め、数十年間の戦争で孤立した、共産主義国家ベトナムを、世界の物体へ復帰させることに尽力した。ベトナムにおけるドイモイ政策を推進した。 政治指導者の一人とされる。暗号名は、サウザン。キエットは1922年、フランス領インドシナの高知シナ直轄領、ビンドン賞、文理エム県チュンヒップ社の大作実のりの家庭に生まれた。生誕名は、ファンバン・ホア。1939年、インドシナ共産党への入党が認められ、この時にボーバンキエットへ改名した。彼は、 反帝国主義青年運動に参加し、ブンディエムんにおいて、ナムキー暴動の一翼を担う。共産党率いるベトミン独立運動の一員として、キエットは第一次インドシの戦争中、南ベトナムにおいて、フランス軍と戦った。そして1954年のジュネーブ会議において、国土を南北に分割することが決まると、北、ベトナムに集結した。 1960年9月、ベトナム労働党第3回党大会において非公然党、中央委員候補として秘密裏に選出され、1972年には政委員に昇格した。1976年の南北ベトナム統一後、彼は党委員会副書記に任ぜられ、ホーチミン市人民委員会議長の職を引き受けるため、南ベトナムに戻った。その直後の12月、 第4回党大会において、党政治局員候補に選出され、法治民主党委員会初期となった。1982年、第5回党大会において、政治局員に選出。まもなく、ハノイに召喚され、閣僚評議会副議長兼国家、計画委員会主任に任命された。1986年、第6回党大会において、政治局員に再選出され、 1987年には、第一副首相に任命。1988年3月、ファムフン首相が休止すると、首相代行に任命され、同年6月まで務めた。同、ムオイと首相の座を争ったが、北部を基盤とする保守派は、ムオイ支持に回り敗北した。1991年8月9日、第8期第9回国会において、 初期長となった、同無意に代わり、閣僚評議会議長に選出された。1992年7月、新憲法採択後初の国会議員選挙において、法治民氏4区から立候補して当選。同年9月24日、第9期第1回国会において首相に再選した。1996年、第8回党大会において、政治局員に再選するとと,ともに、 新設の政治局常務委員に就任。1997年7月の国会選挙に立候補せず、同年9月の第10期第1回国会で首相職をファンバン会に譲った。同年12月、第8期中央委員会第4回総会において、政治局員を代任し、党中央委員会顧問に就任した。2001年4月、第9回党大会において、 当古文職が廃止され、引退した。政治からの引退後、キエットは、ホーチミン市で暮らし始めた。その時から、彼は、多くの問題で意見を表し、人々の権利の守護者とみなされた。ボ防番キエットは、ベトナム人亡命者や、民主活動家との和解について公言するかつての政府、関係者の中では、最高ランクに位置する人物であった。最近では、彼は、 ハノイ市の拡張案や BANH 区の歴史的な国会議事堂を取り壊して新しく立て直す案に反対を表明していた。2008年6月3日、キエットは特定不明の病気によりシンガポールのマウントエリザベス病院に入院し、6月11日の未明に85歳で死去した。ほとんどの外国通信社がすでに報道し、反気分。 国連事務総長など多くの外国公館がすでに調子を送っていたにもかかわらず、国営メディアは6月12日の夜まで彼の死を公表しなかった。ベトナム政府は6月14日から15日にかけて、ホーチミン氏の統一街道、首都ハノイ、生誕地ビンロ論ン省の3カ所で国葬を取り行った。最初の妻と2人の子供を米軍の爆撃で亡くしている。 1997年12月、キエットはベトナム革命への多大な貢献により国家最高栄誉である金星勲章を受賞した。ありがとうございます。